令和2年4月28日、阿蘇市並野の国道57号沿いに、交通事故防止を目的としたパトカー型看板が設置され、除幕式が行われました。除幕式には、阿蘇警察署や阿蘇ロータリークラブの会員らが参列して行われ、阿蘇ロータリークラブの市原会長と、阿蘇警察署の内田署長が挨拶、参列者全員で、 パトカー型看板の除幕を行いました。阿蘇市並の小知野の国道57号沿いに建てられたこのパトカー型看板は、阿蘇ロータリークラブが国道を走る車へ注意喚起と阿蘇警察署管内での交通事故抑止のために建てたものです。パトカー型看板は横幅1.8メートル、高さが2メートルあって、夜間は赤色灯が回り、 本物のパトカーそっくりに作られています。麻生警察署によりますと、管内では交通事故全体のおよそ4割が国道57号で発生しており、死亡事故も起きているということです。